北九州博覧祭2001は、福岡県北九州市八幡東区のスペースワールド駅前で2001年7月4日から11月4日までの124日間開催された地方博覧会。特定地方博覧会制度による博覧会である。略称は、北九州博。テーマは、響き合う人、街、技術。関迎や多製鉄所から続く。 ものづくりの歴史と環境先進都市としてのゼロエミッションの姿勢を掲げていた。1994年に行われた北九州市住まい生活店の跡地を利用し開催された。企業パビリオンはとうとう九州旅客鉄道、新日本製鉄といった北九州ゆかりの企業が出展した。またパビリオンはアジアの国々が参加した。 公式ポスターのイラストは北九州出身の松本霊児が描いた。インド映画のスーパースターミーナがダンスイベントマハラジアファンタジーに出演したことや北九州博覧祭2001関連イベントとして北九州下地区でグレーの野外ライブが開催されるとともに博覧開会,会場内にグレー館を開設したことも話題となった。市民主導によるパビリオン。 ムーブ未来館では、影への世界的アーティスト藤代清次監修による4ヶ月のライブ上演、光と影のファンタジーを実施し話題となった。同パビリオンは最優秀パビリオンに贈られるジャパンエキスポ大賞を受賞した。また、期間中イベント放送局が設置された。なお、2009年にその時のスタッフにより、コミュニティ FM 局エアーステーション響きが設立された。 高速道路からのアクセスの良さ、駅前、さらに、スペースワールドの隣という高立地にもかかわらず、猛暑などで天候に恵まれなかったことや、スペースワールドへの配慮による、娯楽性の乏しさにより入場者数は低迷。215万8465人と、同年山口県で開催された山口キララ博と比べると、開催期間は長いにもかかわらず入場者数は、 少ないという結果となった。また、これは、合計12回開催された、特定地方博覧会制度による、ジャパンエキスポの中では、8番目の入場者数である。ただし、9月10月には、市役所職員に対し無料券が発行されたことも、あって、観客数が伸び、当初目標とした、観客動員数200万人は達成している。北九州交流館が入った、 センタープラザは、現在、北九州市立命の旅博物館となっている。また、会場となった、東田地区で博覧祭のために整備された跡地は、終了後、スポーツデポベスト電気八幡本店、イオンモール八幡東、北九州イノベーションギャラリー等が建てられているほか、マンション等の住宅分譲地となっている。ありがとうございます。